どうもご機嫌のふみや金でございますこちらが今伊勢で売り出し中の工事金でございますめっちゃ回ります赤塚浩二さんと今いう方でですね、何と言いましょうか。まあ赤塚さん実はこのふみや金の収録のことも今日何の話をするかということも実は全くご存知なくてですねということで赤塚さん、はいはい、実はこのふみや金というですね、うん、まあ、YouTube なんですよ。あ、そうなんや。で最近だんだんこう登録してくれる方の数も増えてきてる。なんとなんと、さすが6000人ぐらい。6000万人6000万人もなったらえらいことそこまで行こうや。いやいや、もうそしたらもう俺仕事しなくなるんですよ、ね、仕事。いや確かに仕事はね、なんか全部ね、ライフワークやんな。毎日趣味のようにね、そうそう、お金をいただきながら話を聞いていただくという、ね、ライフワークを喜んで生きてる姿がみんな照らしてる感じやもんな。あ、うまいこと言ってくれますね。うまいことしか言わへんな。もうかなり絶好調でございます。本当は、まあ、見ていただいている皆さんにですね、はい、まあまあ、伊勢からの2人でございます。三重県のですね、もう2人とも三重県、三重弁バリバリでいきますんで標準語や例えばね、最近僕はまあ、僕ら2人の共通の近藤真澄ちゃんっていう近藤真澄ちゃんが人が、この間もちょっとフェイスブックで投稿してて、うん、三重弁って面白いのありますよね。俺ら普段が普通に言ってんねんけど、例えば、これカエルのカンピンタンやなって言っても、カンピンタ ン、うん、わかるやろ。わかりますよ、これカンピンタンって言わないですか。え、これがね、標準語でなかったことを知った時に世界は間違ってると思う。カンピンタン、カンピンタン、カンピンタン分からへん。へー、こうカリカリになって干渉乾燥して干からびてる状態、あれのことカンピンタン。初めて、あ、初めてですか。初めてですか。人生これからですね今日が始まりですね。こういうね、液体の、うん、液体のこう底の方に、うん、こう溶けずに、うん、沈殿している状態のことになってる。とごっとる、とごっとるこれ三重弁なんですよ、とごっとる。これよそ知らないでしょ。知らない、ちょっととごっとるからかき混ぜて。ほんま、今すごい汗出てきた。いやいや、これなんかすごい、もしかしたらすごい田舎もんかなそれと、明日、明後日の次なんですよ。刺さってでしょ。この刺さっては全国的に通じないんですよ。ごめんなさい、打ち合わせ全くゼロですから基本的にそのまんま出してますよ普通ね、日本中ね、うん、明日、明後日、しあさって、三重県だけなんですよ。明日、明後日、刺さって、しあさって、みんな間違ってる。一日ずれるんですよ、うちら刺さってっちゅうんですだ、あれ多分理にかなってません。だって明日、明後日、三明後日っていうことで刺さって、ああ、そうだね、で四明後日言うて四明後日って、ずっとそれが正しい日本語だと思ってたんですよ。なんで四明後日なっちゅうって約束したら、みんなと一日ずれるんですやっぱちゃんとした日本語これ伝えていこうや。本当ですよ、勤務が間違ってるから、多くがみんながほぼ。あとね、その真澄ちゃんがこの間投稿してて僕笑ったのが、うん、三重県人はヤンヤン言うんですよ。ヤンヤン、ヤン、こう食べよう思ったらなんか辛すぎてこう食べられへんやんっていう、こう食べられへんやんっていう言い方は大体するでしょ。これはね、三重弁ではね、食べれやんやんって言うんですよ。だからヤンヤンっていうのを日常的にヤンヤンっていうのよく使いますよね。言わへん、初めて聞きました。これね、三重県はヤンヤン共和国なんです。これ山口県行くとね、チョルチョル、じゃあチョルチョルや、なんかしちょるやっちょる、いっちょる、チョルチョル、ジャキ、ね、宮崎行くとチャガチャガ言うんですよ。なんとかやっちゃがチャガ。まあ、悪くはないんやけど、でもやっぱり僕たちね、そのソウル。ソウル言葉って言うんですか。全然滑舌やな脳がやっぱやられてる状態やと。英語が母国なんですけど笑ってるね。伊勢弁がかぶってきたんでこれなんか非常に混乱した状態、今カオスやね。カオスですね、はい。まあ、それはどこに今日行きたい、どこに行きたい。今日はもう、リュウグウに行きたくてですね、ハヤブサに乗って
到着したもんね、まあ、到着しましたよ、北早稲田2ね、糸川秀夫博士、糸川秀夫先生がもともとはね、お弟子さんなんです、この赤塚さんは、ね、最晩年のね10年間、だから僕はロケットの弟子というよりもボケっとした弟子というねちょいちょいどころか普段の公演の中ではこんなんがちょいちょいなんですけど、今日はほぼそれがメインになりそうなんですね。そのね、どうしていっていいのか分かんないという、いやどうもせんといや分かんないいじりたかったらいじってください糸川秀夫ってね本当に面白い人で、86で亡くなったのが1999年、もともと明治の一番割り生まれて、飛行機屋さんやったんですよ。で飛行機が本当に好きで絶対自分で飛ぶ飛行機で、ところがリンドバーグっていう人が大西洋横断者で、もう自分は先に来られて悔しい、だから自分は飛ぶんと違ってほんまの飛行機作ろう、で設計士になろう、でそれで飛行機屋目指して、で作った飛行機がね一式戦闘機っていう、後に愛称がはやぶさって言われる、陸軍のゼロ戦の次ですね。いやゼロ戦と別1年後やな、ゼロで1やから、ゼロ型の次が1型、そうそうそう、後期2600年できたでゼロ戦、あなるほど、で97式戦闘機っていうのは後期2597年にできたから97式戦闘機、はあそうそうそう、で2600年00、すごいな、後期2600年、これが0戦、で0111にできたから一式戦闘機はやぶさ、なるほど、まあ、後期とか普通に言おっしゃってるんですけど、お分かりいただけない方のためにちょっとあの後期についてこれ大事なところ、キュッとキュッとまとめるとですね、まあ、日本はですね、こういつ始まったかって言いますと、まあ、これはまああまり日本の方々はご存知ないんですけど、世界的にはちゃんと知られてるよ、ね、国々それぞれの国々みんな当たり前のごとく知ってることなのに、誕生日で当たり前にあるやんね、人間がいる以上同じように誕生日、国もある、そうだ、誕生日が、これも初代天皇陛下の神武天皇がですね、まあ2679年前の2月の11日にこの国を日本国とする、まあ当時は和の国というかな、まあ要するに国の誕生は2679年、キリストが生まれる660年も昔に日本は出来上がってるんですよ、その間一度も日本という名前が変わることなく続いている世界で最も歴史を誇るオンリーワン、リッチリッチちょっと1分黙ってなさいこれ自分はやってたことされてるだけやそのね、2600、今年が2679年なんですよ、なんで、79年前が2600年ということで、 そうだね、その時に、ゼロ型戦闘機という、 その話をなさってたということなんで、ね、一子相伝で今125代目の天皇陛下までですね、世界ぶち切り1位ですよね、ダントツ、2番目がデンマークが1100年でしょ、うん、それで2 3番目がイギリスで950年ですよ、足して2000年ですからね、あ2番3番足しても日本の足元に及ばへんの、すごいね、そのなぜか日本はその国の成り立ちというか始まりを、学校のでは教えないという、教えられないようにさせられてるって言った方がいいね、ですですね、まあ、今日も学校の先生も一人置いていてるんでですね、ここに来てる人は変な人なんで大丈夫です、常に見てる人も変な人になってくれてるとねおいえというのがまあ後期ということで、2600年の、はい、でも僕はゼロ戦とかの、まあ、あんま詳しくはないんですけど、もう何がすごいって、ブワーってもう、扇風機よりもだいぶ速い速度で回ってますやん、ダイソンかプロペラがですよ、あれがブワー回ってる、後ろから弾が出るんですよね、そうやね、それ計算して羽の間から弾が出るんですよ、20ミリ砲が、20ミリ砲が、20ミリこっちやな、13、間抜けてくる、だから全部計算、操縦している人の自分の目の延長線上に弾が飛んでいくと、要は命中率が上がるわけですよ、あれプロペラ当たったら飛行機落ちるからね、そうそうそう、全部計算して間抜けて弾が飛ぶね、すごいでしょ、すごい設計の力だと思いません、フォルム見てください、R の美しい姿、
日本刀なんよ、ゼロ戦って。あの美しい姿を一気作るためにどんだけ苦労してるかっていうと、アメリカはこれはすごいけど、これ作ってたら手間かかるから、アメリカグラマーまで直線、ゼロ戦一気作る間に3機できるから。あ、日本はね、やっぱそういう民族なんだね。あ、そこに一つ一つこう、美しさと。あ、だってもうゼロ戦、アメリカの空軍の中に戦争始まった時に、戦争中に敵と出会って敵から逃げたらそれ軍法かけて死刑ですよ。戦場ですから。でも例外が2個あってん、うん、1個は雷が落ちてきたら飛行機が破壊されるから、雷があったら逃げよう、うん、もう1個はゼロファイターが来たら逃げろよ。ゼロファイターってゼロ戦。ああ、ゼロ戦に来ると思う。ゼロ戦には勝ち目がない。だって白人たちは黄色い猿が飛行機の操縦なんてできるわけないのに操縦してる。まして設計した飛行機、どんなつまらん飛行機や、全然バカにしとった。ところが戦争始まったらみんな落とされた、アメリカの飛行機。 あれやっぱフットワークも良かったでしょ、あのプロペラ1個でこれが。そうですね、あの2つついてるやつはやっぱりこうフットワーク悪そうですもんね、僕みたいな素人が考えても、まあ、極限の運動性能とそれから火器の強さで、そのために何を犠牲にしたかっていうと防備なんや。全く防御がないっていうのは、日本には昔から侍は刀は持ってるけど盾は持ってないの。あ、唯一持ってんのは刀の鐔。あ、こんだけやで、これね、これだけ。もう切る、一刀両断に切る、うん、でもかかってくるならかかってくる、受ける、それがゼロ戦全部出てて、でもそれを研究されて防御の弱さを徹底的に突かれて、あとはもう集中戦で落とされていくっていうのがあったんやな。あの飛行機はどこの国も誰もできなかった。なるほど。そう、それを設計したのが糸川。それはゼロ戦の堀越さんで、堀越さんで、その糸川先生はゼロ戦に対抗する陸軍の戦闘機としてハヤブサを作った。なるほど。長引いたけど、そのハヤブサの名前を引き継いだのが太陽系探査機のハヤブサで、